重いっす。重量感のあるパワームーバーとしてブレイクダンス業界第一線を走ってきた大輝、ある日を境に体重が激変。果たしてその理由とは。一番自分の中でガッて体重増えたのが膝の手術、はいはいはい、レッスンとかも基本的には手術する前はもう半月板バコってなっちゃうから、うん、もう結構喋りで自分やらずに喋りでなんとかしてたんですよ。で手術してからもう1年近く本気で踊れなかったんで、そこでかなり重くなってちょっとこれはいかんなみたいな。でもただ普通にダイエットしても面白くない、面白くないんで、だったらもう企画にしちゃった方が、まあだから例えば2、3ヶ月とかにして1ヶ月にしよう。1ヶ月、1ヶ月でどこまでいけるか、ビフォーアフター1ヶ月っすか。1ヶ月普通3ヶ月なんだよね。そうっすよね。柔軟性とかは1ヶ月ぐらいでも出てくるけど、筋肉とかの話になってくると3ヶ月かな。そこを1ヶ月でどこまでっていうのは数字的には面白いね。1ヶ月、うん、で無理な食事制限しすぎるようなのはしない。はいはいはい。もうだから1日1食で何もほぼそういうのは食わないみたいな。そうそう、ちゃんと3食食べて食べて。えどうやりたいの、ボディバランス的には。お腹と顔だから見た目ですよね、完全に。見た目がシュッとしたい。見た目シュッとしたい。見た目シュッとしたい。ダイエット期間はなんと1ヶ月。身軽だったあの頃のシュッとした体型を取り戻すことはできるのか。1ヶ月でどうですかね。1ヶ月でも随分変わると思うよ。だって全然取り組んでないわけだから。あそうですよね。1ヶ月でも逆に2、3ヶ月ってやるよりも1ヶ月って決めてた方が、決めてた方がやる気にもなる。そしてもしリバウンドしたら その模様を取ってまたさらせばいい。さらせばいいですよね。それはでも面白いかもしれないですね。でもリバウンドするようなやり方じゃない、僕教えるやつは。やっぱ無理に食事制限で飯をとにかく減らしてってやるとリバウンドする。ああそうですよね、うん、筋肉が落ちるから。で終わったじゃあ食べようになっちゃうから。そうそうそう、ね、で筋肉が落ちた時に食事を元に戻していっぱい食べたらその代謝する筋肉持ってないから、だからどんどん脂肪に変わって、それが俗に言うリバウンドだ、はいはい、でも運動しつつだったら筋肉を保持して脂肪を落としていくっていう、結構現役に近づくと、うん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 、したらまたバトル出始めた。出たくなってきた。大輝さんのダイエット企画1ヶ月決定ということでお願いします。お願いします。いやー楽しみというか怖いというか、いやーやるしかないですね。あの頃の自分に。